外国店のクリスマスプレゼント。公式では、性への靴下の価値を最大まで成長させた回数に応じて、それ以降に、外国店から受け取れる性への靴下の大きさと、見た目の初期値が少し良くなるボーナスが発生します。本当でしょうか？まずは1回目。そして、2回目の結果はこの通りです。多少は増えていますが、微妙です。何回回せばいいのでしょうか。